ワールドシティロンドンに世界を代表する優駿たちが集います。ワールドブリーダーズカップクラシックのスタートです。ワールドブリーダーズカップクラシック12頭スタートを切りました。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行グループからまず見てまいりましょう。シャドウゲートが先手を取りました。ちょっと離れて8番ファルブラブでやります。そしてそのうちに3番バラヌール、外を通って11番ノットナウゲート、それからもう1頭9番ワイワード、そして6番手に2番ゴールデンホーン、その後ろ3馬身くらいあってフェイスフルサン、6番ファンタスティックライト、そのうちにミリタリーアタック、申し訳ないです、その外に7ルビー、そして内からはチャオリフローラ。もう一度先頭から順を追ってご紹介しましょう。依然先頭12番シャドウゲート、それからファルブラブ、バラヌールがその後ろ、そしてその外にワイワード、ノットナウゲート、下がって5番手ゴールデンホーン、その後ろ3馬身くらいあって7番フェイスフルサン、それから6番ファンタスティックライト、ミリタリーアタックがそのうちにいます。そしてその後ろから1番申し訳ないです、外を通りまして10番7ルビー。さあ場内が騒然としています。チャオリフローラ直線伸びてくるのかどうか。先頭田中とシャドウゲート、3番手にゴールデンホーン、内からはゴールデンホーンが来ている。先頭田中とシャドウゲート、チャオリフローラ先頭に立った。ナナロビが2番手、さあ抜けました。チャオリフローラ1着、4番チャオリフローラ、ワールドブリーダーズカップ2勝目、獲得賞金は7000枚突破。